オーロマイスターとは日本の競争馬である。馬名はラテン語で黄金を意味するオーロとドイツ語でチャンピオンを意味するマイスターが由来となっている。2007年11月18日に東京競馬場で行われた芝の新馬戦に安城吉田豊でデビュー。道中は中段のやや後方から競馬を進めると直線では上がり3ハロン33秒7の末足で 他を差し切り、単勝1.8倍の圧倒的な一番人気に応えて勝利した。その後、朝日杯ハイフューチュリティステークスに出走登録をするが抽選にも例除外となり、中京二歳ステークスに向かった。ここでも新馬戦に続き一番人気に押されたが5着に、敗れる。年明けはジュニアカップから始動。デビュー以来三戦、連続一番人気となるも勝ち切れず2着。 3月には GII スプリングステークスに安城に田中勝春で挑戦するも16着に敗れた。その後、安城を再び吉田豊に戻し条件戦を走るもなかなか勝利を挙げることができなかった。10月、デビュー戦以来となる東京競馬場で3歳500万下のレースで解消し続く昇級戦でも2着となったが、その後は4戦連続の一番人気に押されたが、 勝利を挙げることができなかったため、陣営は初めてダート競争に出走させることとなる。前走から、安城の内田広之と共に初ダートとなったレースでは、行位からの競馬で2着に4馬身をつける圧勝、福島で稲わしろ特別も解消した。夏には、札幌遠征し、昇級戦の放置杯大切ファンデキャップ、格上挑戦となった白樺ステークスで続けて、安城が変わる中、 二着に入っている。安城が内田博之に戻った長月き、ステークスで勝利を挙げ、ダート転校後一度も連帯を外すことなくオープン入りを果たした。十一月のトッパーズステークスでは三番人気に押されたが七着に終わった。安城を再び吉田豊に戻して臨んだ続くシワスステークスではクリールパッションの二着と構想した。年明けは ダイワステークスから始動した。距離短縮となるダート戦400メートル戦は初めてだったが、中段追走から直線に向くと差し切って、オープン初勝利を飾った。中1周で挑んだネギシステークスでは後方から追い込んで3着となり、GI のフェブラリーステークスに出走予定だったが、官房のため出走取り消しとなった。 休養のため3ヶ月の間隔を置いて出走した、ケヤキステークスでは、中段のやや後ろから追い上げてくるも3着に敗れた。続く、大沼ステークスでは、直線で伸びず10着、マリーンステークスでも、直線で伸びあぐねて8着に敗れた。ブリーダーズゴールドカップで、後率移走から4着、9月のエルムステークスでは2着と、連帯を果たした。そして10月、出走取り消しとなった。 フェブラリーステークスを除き、初の GIQ 競争マイルチャンピオンシップ南部杯に、出走した。道中は2から3番手の行為でレースを進め、直線で抜け出すと一番人気、エスポアールシチーを突き放して勝利。重賞、GIQ 競争初勝利となった。勝ちタイム1分34秒8は、森岡競馬場、ダート1600メートルのレコードであった。 11月の JBC クラシックでは3番手追走も3コーナー付近で失速し10着続くジャパンカップダートでは後位中段でレースを進めたが直線で失速し11着と大敗したフェブラリーステークスで指導したが後方追走のまま12着と大敗した続くポラリスステークスは不良馬場の中トップハンの58.5キロを背負って出走道中は 中段から直線で最内をついたが4着。マーチステイクスでは、後方からの競馬で7着。柏記念では5着。オアシスステイクスでは7着に敗れた。大沼ステイクスでは、前目5、6番手に位置したが直線で足をなくし6着であった。エルムステイクスでは、中段追走から3コーナー過ぎで徐々に進出するが、後方から伸びたランフォール背にかわされ2着。連覇をかけて挑んだ。 マイルチャンピオンシップ南部杯では、好意でレースを進めたが、直線で失速し10着と大敗した。その後、JBC スプリントに出走を予定していたが、馬体故障のため競争除外となった。その後、2012年9月12日付で競争場登録を抹消、引退した。引退後は、故郷の追い分けファームで、種ボバとなる。追い分けファームでは、種ボバとされながら、 同時に若手企乗車用の乗馬として繋ぎをされていたが、2014年11月に種母馬として大韓民国に輸出されることが決まった。ありがとうございます。